から打つのはどうなんでしょうか。あれ出して切って伸びてつないでと、で伸びてと、こういうツケっていうのはね、使い方難しいと思うんですよね。下がりね、滑り、滑りでいいかな。こうやってこうやって取るっていう打ち方もあると思うんですけど、こうやってみましょうか。今回はあるからね、かけつ、これでどうするんだろう。共にやるのは大変かなと思いますんで、なんか飛びとか、これどう大丈夫ですか白。なるほどね。まあ、跳ねようかな一回。進んで、進んでみましょう。まあ、置いてこれ攻め合い負けるとかあんのかな。抑えが効いてるけど、そうやってそちらでねやりましたか。放り込むのはこれで生きてますから、ただこれつけるは羽で下がって繋いでこうやって、これ重くなかっての格好なんでめっちゃくちゃ長いんですよね。なのでなかなか目取ることは難しいかなと思います。白はどうしますか。なかなかね、手出せないと思うんですよね。打つ手が結構困ってるんじゃないかなと。
そういう意味でこういうつけるっていう手は難しいんですよね。多分一間跳びとかこうやってまともに打ってなかったと思うんですよね。だいぶ調校されてますね。まともに来ました。これはでも目ないからな。これで。そっか、こっち、ここはまあ大丈夫だったから、そっか、まあちょっと、でもこれは、こうやって跳ねて、先跳ねるか、跳ねて押さえて。手が長いかな。こうやって跳ね、押さえて、こうやった時に跳ねると、こうやって、ちょっとややこしくなるので。先跳ねを決めましょうか。上がってくるとかあんのかな。一応この手がちょっとだけ心配ですけど、これにはこうつなぐかな、ダメ。それだと押さえて。これは、でもつけるか。つけ、まあ大体取れてるって感じでしょうかね。こういうとこ。キーとか狙わないで、もう。
って入れといてもね、いいかな。しっかり入れときましょうか。はみ切っておけば、ここの出切りは賭けで取れてますので、これだとね、これもいいんですけど、まだ切りとかの味が見られるので、ちょっと甘いかな。甘いって言われちゃうかな。じゃあこうしましょうか。つなぎかな。当たりしてもいいかな。当たりしても良さそう。抜きたいぐらいですけどね。つないでおきましょうか。抑えでいいよね。詰めた方がいいかな。ダメ詰めても関係ないかな。ダメ詰めましょうか。まあ伸びかな。鶏もね、十分いいと思うんですけど、つなぎは伸びたいと思います。つないでこう飛ぶ手も打ちたいんですけどね、出て台から切りとかちょっとうるさいのでね、うるさいっていうかダメかもしれないので、ちなみにここの切りは下駄で取れてますんで大丈夫です。ぐらいかな。羽は切る。ここを打ちたいんだけどね。まあ打ってもいいかな。跳ねたら切って当てたらこちらにまくるっていう感じですね。で、このつなぎが来たら、これがどうだろ
のね、この押さえとかが若干効いてる感じがあるので、そここれつけたいかな。まあ出打ってお、このね、出ちょっと打ち忘れたんでね、ちょっと息は残ってるんですけど、まあしょうがないね、いい感じしましょう。まあ一回跳ねて切るかな。やりすぎ、ここで狭間行きたいですね。下がりとか、なんか打たないとちょっと心配なんでね、跳ね継ぐかな、跳ね継いでも良さそう、跳ね継ぐのがいいかな。秒読みを始めます。跳ねかけ継いどくか。若干こっちに対してね、まあこちらにこうやって、それも動き出せますよね、やっぱりね。この隅取ったけど意外とでしたかね。まあ2日ぐらい、1、2、3、4、5、6、7。1、2、3、4、5。これは引きぐらいで。これも効くか。っていうね、まあここぐらいしか地ないので、まああとはね、まあ、手堅くまとめて、1、2、3、
4、5、6、7、8、9、残り2回です。7、8、9。コスミで角まで行った。コスミ打っちゃうかな。もうここは地にさせてね。秒読みを始めます。一回受けとくか、しょうがない。うん、飛び入りもまあまあ熱いかなと。1、2、3、4、5。あ、固く打っとくか。これ跳ねすぎになっちゃう。これを決めてから半次しましょうか。そこで頑張った。そこで出た。出て下がってみましょう。これ切りましょうか。切りはまあ当たりして下がっとこうかな。
開いたらこうやって、1、2、3、4、5、6、7、8、9。といてもいいかな、どうだろう。決めないでいいか。三、四、五、六。やっぱり決めようかな。もうここ下がりきてもそんなに大丈夫かなと思いますので。また固くこれで生きておきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9。それはまあこうやるのがいいかなと思うんですよね。とりあえず。これは跳ねて、ちなみに、これは跳ねる。ここに跳ねるのがね、大切ですね。まあ当然ですけど、出るのは切ることができますので。付けは打てるのかな。これは、コスミとかでもいいと思うんですけど、固く打っときましょうか。1、2、3、4、5。さすがに大丈夫だね。これはこうやると挟みつける。ちょっと嫌かな。てか相手投げないですね。どうしよう。1、2、3。どこ打ってもいいんですけど、相手投げない人なんで、
この辺りでね、ちょっと動画終わりでもいいかなと思います。はい、じゃあそれではこの辺りで終わりにしたいと思います。はい。